はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。ヒードランがね、めちゃくちゃ重いんですけど、まあ、並べたいで見たいってことで、まあ、前の動画もね、ダイヤセイクになってるかもしれないんだけど、今試合はドラン相手にね、やっていきたいですね。で、まあ、困るのがね、ダイナスイ君を追って投げたいんだけど、ダルマの自信まあまあきついから無動も欲しい話があって、ただ、ワイボアールザシアンだった時のこと考えると、ヌオを投げたいんだよな、できれば。ダイナスイ君はまあ確定かな。無動。いやー、ヌオだな。ダルマ、いやー、ダルマ見るのに無動欲しいな、でも。だいぶ欲しいな。ハチマキ自身だった場合は、まあでもダイナで、ああ、身代わり残るんだったら勝てるけどな。残る場面があんまり、まあダイナから入るのは確定で、裏にスイッコン置くのも OK で、まあ雑誌案の方によるとしか言わざるを得なかったきてるけど、まあ縫おうかな、さすがに。あと、戦術的にかなり、子だと、ダルマ、あ、じゃドランに熱くなると思うんだよね。本当はレヒレが裏にいる場合考えてたんだけど、まあ、こっちで。まあね、このゲーム選出がめちゃくちゃ楽。ダイナがいるおかげで。ダイナ投げて、無理なやつに、あと勝てるようにだけ選出すればいけるから、楽っちゃ楽なんだよね。ナットから来るの一番考えてなかったな。まあ、身代わりから入っていいんだけど、まあ、ジャイロ4回打たせてもいいか。どっかで1回身代わり張らない状態で、ジャイロ食らえれば OK で引いてくれるなら、身代わりが一番いいと。ドラン出てくる。これ、裏ザシアンかな。裏ザシアンかな。それならそれでまあ悪くないのと、ナットはそんなに。いやー、ナットドランだったらめんどくさいな、結構。まあ、とりあえず、皮脂巻かないと始まらないのと。まあ、ヌオを見てね、ザシアン投げない話あると思うんだよね、割と。そうなると、まあ、やりやすいと思うんだけど。とりあえず、皮脂巻いて、第一で割りに来る。ね。次釣ってくるかな。ナットにマジフレ打つのがガチで意味ないから。そこだけめんどくさくって。まあ、スイックン投げでいいね。ドラン。ナットドランだったな。いや、ドランの裏に毒ビシで毒を入れるといけるっていう感じで考えてたんだけど。裏がナットだから。裏に毒入んないんだよね。マグストーン。マグストーンにスイ君出せたのはまあまあ、上々なんじゃない。マグスト痛くて。まあ、身代わり張って。いやー、ドランがとにかくめんどくさいな。第一で突っ込む。引くよね、一回。うん。納得かな。これだと、スイ君にレードないと、解決しないな。いや、このままスイ君でさ、ナットの PP、枯らせる話あるくない？とりあえず守ってよくて、熱湯であと焼けるのが入ると、めちゃくちゃ楽なんだけど、まあ、こっから守りがで PP 枯らしていけると思うんだよね。いや、スイ君とダイナがちょっと役割被り気味だな。ウィップ持ってる。ネットで焼きたいな、これは。ぜひとも。スイ君、刺さってると、いやー、裏に攻め駒、ちょっと置きたかったけど、まあまあまあ。ナットが、まあ、残飯持ってないんだったら死ぬけど、持っていると不滅になるな。ネットで焼いても。焼いてほしいな。ふっ！急所は良くて、別に。焼くのがね、肝心なんだけど、まあ、致し方ない。だから、ウィップ、枯らせるっしょ。2回打たせてて、まあ、これ引いてきそう。身代わり起きて。めちゃくちゃ身代わり起きて。相手も枯れること分かってるはずで、いや、残飯あっても焼けばね、解決する。とりあえず身代わり。ここ本当は守るのがピーピー枯らせていいんだけど、うん、そう、引きがあるから、一回身代わり押しときたくて、ザシアン出てくる。ザシアン焼くと勝ちか。スイ君のヒットポイントが、まあ、どうこうっていう。たら、裏ヌオだから、別に、剣舞されてもなんだろうが、そんなに問題ない話はあるか。
これセイ君ささっと思うんだけどな。このセイ君難しくて、なんかカバルドンの地震耐とかまでヒットポイントで205にして投げを身張りが耐えるとかってやると今度ね、なんかドラインより遅くなるんじゃないかっていう結構不完全な感じになってるんだけど、くるくるしてくれるんだったらこっちの PP が確保、あ、 PP じゃないや、残飯稼げて美味しいと。本当はこれステロと絡めたいけどな。無道とセットで選出してステロ巻くと強かったかな。でもヌオーにナット投げられてて、あー、だからやっぱまあ無道でもよかったか。ここも守っていい。ウィップ打ってくるなら打ってくるで構わない。まあ、ネットチャレがあといずれにしても回数稼げるから、それが結構いいと思うんだよな。ウィップ。あと5回かな、ウィップは。まあ、身代わり残飯で、枯らせる感じではあるから、あとワンチャン熱湯入ると、焼けるとさ、多分身代わり残ると思うんだよな。そうなると、スイ君のガチ無双タイムに入れるんだけど。いやー、ステロと絡めたいな、でもホエラあるからには。ただ、それができない、ほぼピン運用になるんだったら、やっぱレードなんかな。やっぱレードぶっ込むんかな。ウィップ4回目。あと4回で。で、ここは身代わり読めるはずだから、1回守ります。そうすると3回になって、で、まあ、ナットレー側がだいぶ、壊しにくいはずなんで。え、ウィップって16だよね、PP。だと思ってるけどな。とりあえず守る。ザシャン出てくるかな？オッケーオッケー。出てこなくて。ウィップ。これであと、2回とかじゃないかな。数え間違えてる。数も数えれない。頭が、トロールの脳みそだね。まあ、ここはいずれにしても絶対身代わりを張るターンで、あとウィップは外しがある。まあ、種川はね、貫通して、スイ君本体削れちゃうからちょっと辛いんだけど、ネットで早く焼いてないとまずいんだけど、てかナットドラン、懐かしいな、懐かしいけど、厄介なんよな。まあ、この身代わりは見え見えだから。まあまあ、でもそうなるよね。ザシアン。スイ君、これで回復技覚えてたらだいぶやばかったな。こんなポケモンいちゃいけ、あ、でも、ワサスペが、いや、でも、守る気って良くなるよね。そうすると。だいぶやばいポケモンだっただろう。で、スイ君のヒットポイント保たないと、だいぶまずいため、守る。ここ、ナット引きでも、まあ、一回守るがいいと。突っ込んでる。さっきと違う行動したおかげで、全部守ると身代わりのタイミングが合ってるわ。剣舞。まあ、これ熱湯チャレして、ヌオ引きかな。で、次ナットに対して、無限内圧って。で、まあ、ドランにスイ君また着地するっていう形が良さそうだけど。巨獣山。まあ、さすがに剣舞してるから割れるかな、身代わり。剣舞タイミングで熱湯都合よく押せると。手がかったけど、そんなちょろいゲームじゃなくて、まあさすがに割れるか。熱湯して、まあまあ焼いてほしい。でかい、まあまあでかいな。いや、まあまあじゃないぞ。いや、でもそうでもないか。別にヌオが余裕できても結局裏にいるのナットレだから。守るからでいい。スイ君のヒットイントは確保したいのと、相手これで結構困るはずないよな。本当は納得したかったけど。お疲れ。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。サザンがいるのがまあまあだるいな。またダイナヌをスイ君って投げたいけど、サザンで結構困っちゃうよね。スカーフサザンが重たい。重たい。ハピナス投げるか？ハピナス投げたとして、ハピヌオーアット1になる。オニシズックも多分ダイナでいけるでしょ？ランドロスのヌオーで見ないとさすがに成立しない。けどまあそんなにやばくはないはずで。
まあ、スイ君そんなに投げる理由ないか。初手サザン読みで、ハピカラで。で、頑張ってサザンに布で毒通ると多分勝てる。ねえ、ラティとサザンがまあまあ重いね。鬼しずくもから来る。まあ、ネバネバネットが十中八九飛んでくるかな。ただ身代わり残せるんだったらそのタイミングで多分楽なゲーム展開できるから。で、サザンの型判別してからだな。メガネだとちょっときついか。いや、メガネの方がまだ楽だな。身代わりで技固定させてから引けるから。ただネバネバネットで、まあその、これメガネっぽいな。まあ身代わりから入りたくて。打点あるっぽいね。突っ込んでくるってことは。何持ってるかな。効果税。さすがにそれは耐えるぞ、身代わり。鬼しずくもの死って、そうだよね。スズメの涙程度だよね。だから、金光地区結構、もう限界を感じてきたな。ダイナー、ヌオー、ムドー、ハピーブラッキーはやっぱいいんだけど、あと一枠でドラン見るのと、カバルドン見るのと、ダルマの一貫切るのがね、全部になるとやっぱ無理で、そうなるとどっかの枠やっぱ圧縮しなきゃいけないんだろうなっていう感じはしてるね。ここ必死巻いていい。引くかな？まあ、効果性もう一回打ってくるかな。だから必死巻けるのでかくて、これでとりあえず鬼しずくもは、まあ、楽勝になったといえば楽勝になった。効果性はいはいはい、避ける。これはあんま関係なくて、って言っても、鬼しずくもにしか通ってないんだよ、効果性。効果じゃないや、毒ビシ。まあ、ここでこいつを確実に処理できるって意味ではいいんだけど、ただ相手の他のポケモンはほとんど裏2枚で見るつもりでいるから、そうなるとそんなに重たくはないと思うんだよ。まああとサザンのトンボがめんどくさいぐらいかな。まだ耐えるんだ、すご。ここ倒すのめちゃくちゃ時間かかるけど、まあ、マジフレを押していくしかさすがにないか。まあ、鬼しずくも側も引かないだろうね。引くと、結局毒菱でめんどくさくなるだけだから。倒せるか、これ。なんか怪しいぞ。PP、この PP で足りるか？いや、でも身代わりが残る以上負けようがないか。さすがに身代わり消える。だ効果税が多分相手 PP 尽きるんだよな。ただ数的有利取れるならそれはそれで構わないから。まあ、殴って倒しに行ってよくて。引いてくれるなら楽になるかな。多分ネバネバネット、アクアブレイク、虫技、効果税みたいな構成だと思うんで。身代わり割ってから引いた。サザン出てくる。サザンの後は型判別がめちゃくちゃ重要なのと、まあ、裏はザシャンだと思っていいかな。サザンドラね、マジでスカーフで、トンボでハピアンスゴリゴリ削りながらさ、自分の一環を求めてこいつ、戦ってくるから。めちゃくちゃ厄介なんだけど、早くはない。内分けができるかどうかかな、とは。変わってくるのは。とりあえずマジフレで C 下げて、アクハ打ってくる。ダークパルス。遅いのどうなんだろう。ただ鬼しずくもこれで困んないから。ハッピナス引きたいけどな。マジフレもう一回入れてもいいか。メガネだったらダークパルスしか飛んでこないから、ここマジフレ通るのがでかくて、内訳できるなら多分流星が飛んでくるんだけど、それはそれで、多分大丈夫になる。あー、匠めるやつなんだ。はいはいはい。これでまあ、C がプラマイゼロに戻ったと。ダイマックスを欲しくなってきた、無限大な。でも、レヒレ、ゲロになるよな。匠むサザンか。アクハ匠、ドラゴン技。まあ、ラスカだろうな。あと1話。ここもう一回匠むでしょ。S ダウンはさほど問題なくて、流星飛んでくる。
流星アタック飛んでくる。硬っ硬っ。化け物だろこいつ。雑誌が出てくるんだったらトラート打ちたい。あ、雑誌が出てきて見てからでいいか。そう考えるとここ多分丁寧に卵を見押してる方がアドになるんで。匠こいつ一回ごとにさ流星匠でチャージして流星群ぶちかましてくるけど、プラマイゼロで今の火力でしょ。 あったらこう卵微妙あったな。引くこと考えると、まあでもここで瞑想っすか。このハピアスね、瞑想を持ってウルガモスに抗おうっていうあれなんだけど、まあ、ゼルネがショックなければね、このハピアスで一応 TOD に持っていけるっていうあれはあって、まあ、ゼルネ使う構築って基本的に、初手で展開してくれ、鍵とか川とかで展開して捨てて、ゼルネを通しに来るから、まあ、TOD でいけるっていう。まあ、技構成的には、眠るの枠が電磁波で、トラータンの枠が投げで昔使ってたんだけど、なんか、リスナーの子から、ツイッターの DM で、そこをトラータンでもよくねって DM もらって、あ、確かにいいと思って、トラータンになりましたね。まあ、鬼しずくもはこれで削っていけるから問題ないかな。だ、引くのマジか。一回流星打ってくると思ったけどな。で、流星積みまくってくると思ったけど。まあでもさすがに、投げと打ち合うと負けるか。で、鬼しずくも、まあ相手こう釣れるんだよな。釣れるけど、まあ誰が引くか。多分釣って、僕のハピ投げに対して、たくんで、流星打ちに来ると思うんだけど。いや、ダイマックスがないから、流星群飛んでくるの楽だな。それか、ここ風かな。アクブレで突っ込むのは一番安くて、一番安い手が飛んできていて、ここ、硬化性打つ理由ないよな。どっちみち引き際に入るからマジフルでいいんだよ。突っ込んでくるなら鬼しずくも削れるから毒で。それも全然いいんだよね。起きることとしては。アクブレレンダー。こだわってるわけじゃないけど、まあ、僕の、あれかな、ハピのトラって突っ込んでくるの考えるんだったら、まあ、釣り交換ケアみたいなとこありそうだけど。まあ、硬化で食らってもいいから鬼しずくも無理やり処理したいな。まあ、身狩り再生でもいいんだけど、2回急所当ててる。あ、1回目かもしんないわ。最初も当てなかったか？まだアクブレか。全然いいな、全然。これ身代わり残せるけど残すメリットある？サザン出てきた時が多分死ぬほどめんどくさいよな。だったら多分、ああ、じゃあ再生でいいか。ヒットポイントの残り考えると。ヒットポイントこれで確保できるから、確保してしまって、アクブレ飛んでくる。削れる。B2 に下がった。でもこれで裏何出てきても別に僕、ハピ引いて解決してるからな。まあ、ランドロスが草結びを持ってる場合とかか。気になるのは。ランドロス来た。なんか来た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 。ガチで来た。でも雑誌はいないのか。ここさえ見れれば、勝ちと。ハチマキ考えるかどうかだけど。でもサザンはね、見れてるんだよ。ここ縫おう死ぬと、僕即負けるから、マジフレで普通に突っ込んでいいと思うんだよね。剣舞。なんかアタッカーのランドロスだったわ。いや、結び、いやー、ちょっと弾だと死ぬけど、ここいちいち取れるんだったら大丈夫で、弾自身とかも困るから、ヌオを引きたくないんだよな。地震。で、裏見えてるからもう無限ダイヤ残す理由なくて。頼む頼む。でも草結びでヌオ耐えて返し熱湯入るんだったら、多分熱湯と、玉だ。玉だ。身代わりから入るべきだったか？いや、あそこで最初、マジフル打ったら身代わり押せなくね。
絶対結びじゃん。じゃあ頑張って耐えん。そうだよね、死ぬんだよこれ。死んだ死んだ。玉ダメ入るけど無理だ、このランドロスに勝てねえ。別にいないからいいんだけど、剣舞まで持ってると思わなかったな。じゃあ僕がさ、いや、ヌオいるからヌオの戦術、ザシャン軸に読まれるんだよな。無道で見るか。そんなの成立するわけねえだろ、バカが。あーなんか、バグったボタンが。あーちょっと構築組み直しだな、これ。22日だよ、もう。間に合うか？